見た感じはさ、すごいなんかリアルな感じするよね、このモンスターボール。でもさ、俺本当はね、このマスターボール欲しかったんだよね、マスターボール。リアルなマスターボール。それがスーパーボールも欲しかった。色的にこのスーパーボール好きなんだよね。ハイパーボールもあったら買ったけど。でもやっぱ一番マスターボールじゃない。こっち側にはモンスターボールとプレミアボールとサトシのピカチュウのモンスターボールがね、こう書いてあるね。種類は全部でこの、6種類ということで、俺ゲットしたのがこのモンスターボール。ポケットモンスターボールコレクション君に決めた。2017って書いてる。まあ、ちょっと前の商品だよね。これすごいリアルな感じじゃない?このモンスターボール。これをね、飾ってみたくてゲットしてみたんだよね。綺麗に飾れるかな?なんかスタンドみたいのもなんかさ、あれ違うから多分スタンドだと思うんだよね。だからスタンドみたいのもついてるっぽいから、もしかしたらちゃんとかっこよく飾れるようになってるのではない。お、すげえ!やっぱリアルじゃない?色、なんだこれ。なんか入ってるぞ、下に。ささっ。あ、やっぱこれ台座だわ。下に台座入ってた。あの横のやつなんだあれ。これ台座だよね。これ台座が入ってて。おーおーおー。ラインナップの紙かな。プレミアムバンダイ限定品第2弾。え、こんなんあったの ?2017 年9月、見逃しとった。ポケットモンスターボールコレクションだって。え、欲しいんだけど、これボールコレクション。後で検索してみよう。うわ、懐かしい。昔俺が買ってた食玩ね、こういう袋には黄色い袋だったけど、こういうのに入ってたやつ、ラムネ。おぉ、夏いなんか昔のラムネって感じがするな。そして、これ。これなんだこれ?じゃあ、おなんだこれは?え?なにこれ?服につけるの?ポチッ。おぉ、すげえでも、めっちゃリアルじゃん。あ、取れるわ。なにこれ?え、これどこにつけるのこれ。え、これどういうことこれ。これをつけて、服につけるのかなこうやって。え、なにこれこれ、あの、これがスタンドなんだ。でも違うわ。俺はね、あの、こっちに飾りたい。ほら、いいでしょこれ、かっこいい。メタリックレッドになってるから、すごいリアルな感じする。これ開くよね、ちゃんとね。開きそうだし、ちょっと開けてみるか。パカッ。おお。え、待って、なにこれ。え、待って、なにこれ。どういう構造になって。光るのかこれ。え、なにこれ?ちょっと待って。タブレットの取り出し方。あ、タブレット入れるのか、明日に。そういうことな。さっきのラムネを、あ、さっきのあ、そうか、ラムネ入れんのか、これ。蓋を開けて、パカって取って、ラムネを入れるわけ。あー、はい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 。で、こうスライドさせて、ラムネを取る。こういうことね。そういうことね。ここに、でもさ、これ別に、駒入れりゃいいやんね。こっから、あのね、こう入れて、パラパラパラって入れて、こうタブレットをこう、そういうことか。光るのかと思って、こうライトで。焦った。これタブレット入れなんだね。タブレット入れ。で、こっちにね、あれ書いてあって、これ。ホルダーパーツ。このホルダーパーツ、あ、やっぱそうだ。あ、ベルトにつけるのか。いいね。ベルトにつけて、かっこいいかもしんね。そういうことが、これベルトにつけれるんだわ、これ、ここに。で、モンスターボールつけてるみたいなもんで、パチって取れるし。かっこいい。え、これよくない？え、これ画期的なアイテムじゃん。ベルトにつけといて、タブレット食いてえなと。君に決めたって取ってさ、え、なにお前モンスターボール、ね、そうそうそう。で、この中にね、ほら、手出せっつって。おー、これはすごい。これいいな。俺こんなに頭痛薬入れようかな、頭痛薬。頭痛薬もかっこよく飲める時代になったな。でもさ、やっぱこうやって飾っておきたくない?ほら。いや、マスターボール欲しいな。これマスターボール。どうにかマスターボールゲット、これかっこいいわ。マスターボールもさ、メタリッキーなのかな?これメタリックレッドがすごいかっこいいんだよね。いや、すげえ。しかもタブレットを入れとして使えるしね。ベルトにつけるかな、これね。ベルトにつけててさ、タブレット食う?つって。あ、食う?ちょうだい?あ、いいよ、パカって。え?それモンスターボールじゃんみたいな。さっきから気になってたんだけど、つけて。え、これね、実はね、ほら、ほら、はい、ほら、かっこいい。おしゃれですなー。これすげえいい商品だわ。いや、こうやってつけても、ベルトにつけてもよし。まあ、俺みたいにね、俺こう飾るから飾ってもよしと。いや、マスターボールなんとかゲットするわ。次回マスターボールまた見つけ出して、ゲットしてきたらみんな、じゃあコンプしたいね。あと、プレ版のさ、ボールコレクションとかも気になるし。え、あれ何なんだろう。これ並みにさ、でもプレ版だからな。これ以上にリアルなモンスターボールとかマスターボールとか、しかも、
企画第2弾限定品第2弾ってこと、第1弾もボール、違う企画なんかな、ちょっとよく分かんないけど、知らなかったなこれ、ま、もう買えないかな、まだ買えたらすげえ嬉しいんだけど、とりあえず検索してみる、みんなもぜひこれ見つけたらゲットしてみる、すげえいいよこれ、使い勝手がいい、こんなに使えるって知ってた、これこのシリーズみんな俺知らなかったんだけど、めちゃめちゃ使えるわ。使い道としては、まあ、ここも取れるから、こうこれね、これ取っちゃって、まあ、このまま直になんか入れてもいいかもしれないよね、これピカチュウのちっちゃい人形とか入れても全然いいんじゃないかな、まあ、これ中身が取れるからね、これが簡単に取れるから、いろんな使い道できるな、なんといってもこれがもうかっこいい、これ自体がかっこいいから持ち歩きたいもんな。いやでもなんか傷つきそうだからやっぱ飾ろう。それではまた近いね、次のモンスターボールとか、いやあのプレ版のやつ見てみる、あったら買うわ、ちょっと高くつきそうだけどネットで買えそうだったら買ってまたみんなで見ようぜ。いやかっこいいわこれ、コレクションだな、メタリックレッドがすげえいい、早くちょっとあのこれ調べてみる、マジで欲しい、これプレ版のやつめっちゃ気になる、これ何なんだろう、マジ見逃してたわ、超リアルだった、どうしよう絶対買うやべ、すげえ楽しいな。